今鶴岡ですね、乗ってる列車がですね10分、待ちということになりましたので、今ホームに出ておりますが、ラッキーなことにですね、これ一番線にですね、このカイリという、ね、新しいリゾート列車が、止まっております。これ、改造した列車ではなくてですね、新規に作られた今新車、それをそのままリゾート列車にしているというので、ね、これ一番先頭はね、これ多分展望席だと思うんですけどね、これなんかハイブリッドな、ハイブリッドディーゼルカーなんかそういうねくくりで、作られているそうです。このね俺も乗りたかったんですけどね、満席で乗れませんでして、これもなかなか予約が取りにくい、列車だそうでございます。本当これなんかね、本当にデビューしたばっかりの列車らしいですね。で、多分ね、これが何？あ、3号車か。さっきのが4号車ね、これは3号車。3号車を見ると、これ全部あれですね、フリースペースですね。フリースペースで、あ、ここあれだ、バーカウンターだ。ああ、いいね、これ。なんか、島風とか、青のシンフォニーみたいな、そんな感じがしますね。なるほど。これはちょっとなんかね、乗ってみたい列車かもしれない。なるほど、なるほど。ああ。いいね、これ個室や個室。個室がありますよ。あ、なるほど、こういう作りになってるんや。すげえ。帰り。なるほど、よくわかりました。以上。